ロックンルーツの最終オーディションのため、エリコとレイは冬のマンハッタンへやってきた。そしてまた追い詰められたコウスケも最後の希望を託したレイのためにハワード買収を目論んでいた。運命の幕を開けたオーディションで火花を散らし合う2人の少女。愛に育まれてきたエリコの歌は愛に背を向けてきたレイの心を圧倒した。愛と優しさのポリフォニー。行き違いだったんだろう。申し訳ない。いえ。拒むことができなかったんだ。畜生、なんで、あの時、誰か教えてくれ。大丈夫か？ああ、なんとか生きてるよ。今まで人を頼ったことなんてなかった。一人で生きてきたんだ私は。エリコとは違うんだよ。何？心配したよ。ごめんエリコ、お前にはわからないものがあるんだ。優しさや愛情に包まれて育ったお前には、私にもそれが何なのかわからなかった。でもほんの少し見えてきた。本当の優しさとか愛情とか憎しみってやつの正体が。教えてあげるエリコ、お前の優しさが偽物だってこと。
この金でハワードを買収して例に主役の座を与えるんだ。できるかしら。できるさ。世の中金で動かんやつはいない。どうかしら。どんどん。あなたはもう田村プロの社長ではないのよ。田村プロなんてクソくらい。だが例は俺の金づるだ。これを機に引き抜いてやるんだ。それだけ。例を引き抜いてプロダクションを作る。それだけ。他に何があるってんだ。あるわ。何が言いたいんだ一体。変だぞ。変なのはあなたよ。私に嘘は通用しないよ。見なさい、街は活気と美しさにあふれてます。この中で自己をアピールし続けることができますか。せっかくニューヨークへ来たから、上辺の美しさに隠された場所を知るのも悪くないです。ドレスを脱ぎ捨てた君たちを見出すには、うってつけの場所があります。セットも照明もない。周りにあるのは枯れ葉を散らす木だけです。ドレスを脱いだ場所か。ミスターハワード、田村プロの社長が日本から。私に？オッケー。さすがは世界を股にかけるプロデューサーですな。日本語ペラペラでらっしゃる。お前も自慢の英語が使えなくて残念だね。ご用件は？私は朝霧リレーのプロダクションの社長でございます。それでですな、お分かりでしょう。私どもは礼をかけながら応援したいんですよ。金は天下の回り物ですね。そう、回り物。いや、さすが日本のことわざにもお詳しい。私のカフィー代です。これだけ金のある人に私がおごる必要はないですね。では話はまだ無駄よ。世の中には金では動かない人もいるってこと。私たちには霊を見守ることしかできないのね。さあ始めましょう。君の歌は南風の優しさ、レイ、君の歌は木枯らしの冷たさ。どちらも清らかな風には違いない。だが私が求めているのはその二つが一つになった新しい風です。エリコ、君に木枯らしの歌が歌えるか。レイ、君に南風の歌が歌えるか。互いの力を包み込んで新しい風を起こした者こそがロックンルーツの主役にふさわしい。エリコ、ドレスを脱ぐ時間だよ。レイさん。始まったよ。
待ちなさい。何をする気ですか。オーディションの邪魔をする気なら困ります。さあエリコ、ここはステージの上だよ。何もせずに帰る気か。さあ答えてごらん、私の挑戦に。私に一人芝居させようというならそれもいいさ。この程度じゃ人の心は動かせやしないよ。レイさん、泣いているのね。涙を流さずに泣いているのね。同じことだわ、レイさん。レイさんの手のひらからは悲しさしか伝わってこない。悲しさだけでは人の心は動かせないわ。エリコ、新しい暮らしにはもうきっとあなた慣れた頃でしょう。目指した明日へ続く道、願い通り歩き出したね。おどけて笑う長距離。レイさん、よしな、エリコ、あんたの優しい歌はもう聞き飽きた。え、それだけじゃない。あんたの優しさは人の心を土足で踏みにじる。そんな、あんたの歌は人から愛と優しさを吸い取ってるだけなんだ。そして自分自身はそんなことにちっとも気がついていない。だって私は。そう、あんたは知らない。何も知らないでその笑顔で人を傷つけるんだ。そんなこと。自信があるなら歌ってごらん。愛と優しさに包まれた歌を。人々から愛と優しさを吸い取っているだけじゃないという自信があるのなら。私は。ミスター・ハワード。ん？このステージは私には小さすぎるよ。あいつもこいつも忙しいね。What you doing？ レズビたちレースだよ。エリコちゃん、大丈夫か？
さ。あなたのお父さんよ。なんでなんだよ。なんで私たちが親子でなくちゃいけないんだよ。レイさん、コウスケおじさまは、あなたのために全財産を投げ出したのよ。それと自分自身もね。それがこの人にできる精一杯の愛の形だった。クソくらいだよ、そんな愛の形。なんと悲しく寒い風景だと思いませんか。それなのになぜか暖かく感じませんか。私たちは今世界で一番素晴らしい歌声を聴いているのです。そのために払った犠牲はとても大きい。ロックンルーツは成功させます。私の全てをかけて。運命のオーディションは終わった。エリコとレイ、すべてを出し尽くし激しい戦いを繰り広げた二人の間にはもう熱い壁はなかった。はい、皆さんこんにちは。田村エリコです。私は今なんとニューヨークにいるんですよ。はい、分かってますよ。エリコちゃん、ベスト3突入おめでとうございます。残念でしたね。いえ、一生懸命やりましたから悔いはありません。レイさん、やあやあ、日本の皆さんこんばんは。見ろよ、すげえだろ。レコーディングサボってきた甲斐があったぜ。バカ。これは楽しいハプニングですね。ロックンルーツの主役に決まったレイさんがエリコちゃんの応援にやってきました。で、スティールは今週何位かな。レコーディングサワーシュはベスト10に入れません。そらねえべ。エリコ、レイさん。オーディションに勝利したレイ、敗れたエリコ。だがエリコは栄光の座よりもかけがえのない大切なものを手にすることができた。それはレイとの間に交わされた美しい友情の絆であった。しかし、さらなる運命との戦いがエリコを待ち受ける。アイドルは休むことを知らない。歌方の喜びは噛みしめる間もなく消えてゆく。
カナリアは歌を忘れてしまうのか。あいつもこいつも